なんとか亭。あまり怖くないし、文章もうまくないですが、昔の思い出を投下いたします。転勤で札幌に住んでいた頃の話。といっても、そんなに昔ではなく、ある程度最近の話なんだが、会社は札幌の中心街、札幌駅の近くにあって、夜21時くらいまで働いていた。一人暮らしの俺は会社から自転車で15分くらいのアパートに住んでいた。毎日会社と家との往復で特に遊ぶこともなく、働いて食べて寝ての繰り返しの日々だった。冬は雪が降るため自転車通勤が無理だが、夏は毎日同じ道を通って帰っていた。ある日のこと、いつものように北に向かう一方通行の道路を自転車で走っていると、暗い中、一方通行の左側にクリスマスの電飾のような明かりがピカピカときれいに光っているのを見かけた。今まで何度もここを通っているが、見たことがなかったのでちょっと気になって近くまで行ってみた。そこには看板に、なんとか亭と書いてあり、カフェかレストランか、とにかくお店だった。時間はいつもより1時間くらい早い20時頃だったので、いつも通るときは閉店してるお店なんだな、と、そのときは軽く考えた。ちなみに、なんとか亭というのは正式名称ではなく、なんとかのところには何かが入るんだが、それがどうしても思い出せない。ちらっと外から店を覗いてみると、少しこじんまりした雰囲気だが、大きめの店内にお客さんがポツポツといて、アンティーク風の雰囲気の中、店主らしき女性が料理を作っている姿が見えた。なんかレストランかな。仕事が早く終わった時にでも寄ってみよう。その時は思って帰宅した。毎日忙しい中過ごしていると、そんなこともすっかり忘れ、またいつものような日常が始まる1ヶ月後くらいに、また早く帰れる日があり、ふと、なんとか亭のことを思い出した。帰り道、その店を探しながら自転車に乗る。左側にあったよな。と思いながら十字路に差し掛かるたびに左を見るが、その店はない。あれ、もっと北だったかな、と思い進むが、ない。とうとう家に着いてしまったが、その時は見過ごしてしまったのかと思っただけだった。次の日も早めに帰れたので、また探す。しかし十字路があるたびに左を見ても、あのキラキラ光る電飾と看板がない。またもや家に着いてしまった。どうしても気になった俺は、ネットの食べログってやつでお店を調べた。お店を調べた。なんとかでいっと。その時は、なんとかの部分は覚えていた。すると、なんとか亭があった。ああ、これだこれだ、と、住所をしっかりと見て、住所をしっかりと見て、曲がる十字路も覚えた。さらに次の日、どうしてもその店に入りたく、19時半には会社を出た。きちんと調べた十字路を曲がると、そこにはキラキラと光る電飾に、なんとか亭と書かれた看板。あった。と、自転車を店の前に止めて店に入る。店には先客はおらず、俺だけみたいだった。店主らしき女性が俺をテーブルまで案内する。メニューを見せてもらう。様々な種類のコーヒーと手作りピザがおすすめのようだ。
俺は本日のおすすめコーヒーと手作りピザを頼み、携帯をいじりながら料理が来るのを待つ。すると、ジリリ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 ン、という目覚まし時計の音のようなものが聞こえてきた。それと同時に、店の奥、おそらくトイレがある方から他の客が出てきてテーブルに座る。なんだなんだ、と思いながら周りを見渡すと、6、7個ぐらいあるテーブルには客が座っている。さっきまで座ってなかったような気がしたのに、おかしいと思って一人の客を見ると、その客の顔が黒いのだ。黒いというのは、のっぺらぼうの黒い版というのではなくて、なんか穴が開いていて、その音が暗い空間のような、そんな感じ。恐る恐る、他の客の顔を見ると、みんな黒い。そして、みんな笑っているような気がしたんだ。コーヒーが他の客に運ばれてきた。コーヒーカップを手に持ち、顔に近づけると湯気が客の黒い顔に吸い込まれていき、顔の前でぐるぐると回り、黒い顔がだんだんと普通の顔に戻ってくる。そんな状況を見た。俺はなんだか怖くなり、店を出ようかと考えたが、注文して料理も食べないで、お金も払わないで出ていくのは失礼だと思った。いや、こんな状況だが、その場になるとそう思ってしまうのは、日本人だからなのか。とにかく、料理が来るのを待って、すぐに帰ろうと思った。しばらくすると、コーヒーとピザが運ばれてきた。その女店主の顔は普通の笑顔だったが、すごく不気味に見えた。コーヒーを飲み干して帰ろうと思い、コーヒーカップを口に近づけた瞬間、黒いコーヒーに浮かぶ俺の顔が、とんでもなく不気味に、俺に笑いかけた。声も聞こえる。という声がコーヒーの黒い俺から聞こえる。その後、コーヒーに浮かぶ俺の顔がさっきの客のように黒く穴の開いた感じになった。そして黒い湯気が俺の顔にまとわりつき、笑い声がさらに大きくなる。俺はコーヒーカップをテーブルに置き、顔をおしぼりで拭くとすぐに席を立った。すると他のテーブルにいる客が俺の方を一斉に向いて、と笑っている。黒い顔でだ。俺は財布の中に入っていた千円札を2、3枚レジに置き、逃げるように店を出た。急いで家に帰り、鏡を見ると顎の左下あたりに黒いほくろの塊のようなものができていた。だいたい直径5センチくらいの丸いあざだ。次の日もその次の日も、俺はいつものようにその道をまた通って、十字路に差し掛かると左を見るのだが、そこにはあの、なんとか亭は、ない。食べログでもう一度調べてみるが、なんとか、の部分がわからなくて、調べられないでいる。もし思い出して、もう一度調べて20時頃にあの十字路の左側に行くと、きっと、なんとか亭はあるんだろうな、と、思いながら毎日あの道を通っていた。その後東京に転勤になり、自転車通勤ではなく電車通勤となって、黒い丸いあざは病院で見てもらった結果、あまり良くないほくろということで
レーザーで治療してもらった。なんとか亭は実在したんだろうか。それとも俺の頭がおかしかったんだろうかと今でも不思議に思っている。なんとか亭。はい、どうも。時空にまつわる怖い話、その2をご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。影の像と申します。ということで、マシュマロ読んでいこうかなというふうに思います。百物語お疲れ様でした。22時頃から作業 BGM にさせていただいてましたが、配信中コメントをする機会を逸してしまったので、こちらで。登録者1000人おめでとうございます。700人ぐらいの頃から伸びてほしいなぁと思いつつ見てましたので、とても感慨深いです。月並みな言葉ですが、これからも頑張ってください。という、マシュマロいただきました。本当にありがとうございます。少し前に、凸あり百物語っていうのをやったんですけども、その時にいただきましたマシュマロです。ストレートに褒めていただいたマシュマロだったので、なんかこのままツイッターにアップするのも恥ずかしいなと思い、ここでちょっと読ませていただきました。百物語など実は何も後日談とか何もやってなかったんで、どっかでやらないとなと思いつつもう1ヶ月経っちゃったんで、まあ次の機会でいいかと思ってほったらかしにしてるんですけど、本当に長かったですね。ちょっと次やるときはさすがに誰かと一緒にやろうかなっていうふうに思います。で、びっくりしたのが、ゲスト前半にいろんな方来ていただいて、ゲストの方がいらっしゃる間はまあ、いろんな視聴者の方来てくれるんじゃないかなと思ってて、実際にまあ100人近くの方、いてくださったんですけど、後半戦僕一人、しかも深夜、夜深い時間でも30人以上の方がずっと一緒にいてくださって、それは本当に予想外だったので普通に嬉しかったです。まあ70話ぐらいになったら多分一人になるから、それからはずっと下ネタ言っとこうかなと思ったんですけども、そんな暇もなく、おかげさまで最後まで行くことができました。本当に皆様のコメントとか、視聴が力になってますので、これからもご贔屓にしていただけましたら幸いです。マシュマロ本当に美味しくいただきました。ありがとうございます。それでは、時空にまつわる怖い話その3でお会いできましたら幸いです。影の像でした。ほなほな。